こんにちは。今日はですね、私、速稼塾久保がですね、生活保護について、担当の行政の窓口の方に電話をしてですね、今の生活保護の実態どうなんだってことをね、ちょっと穏やかに聞いてみようかと思うんですよ。今日お話しする点は2つです。1つはですね、生活保護を受給する際に、マイカーを基本的には手放さないといけないってことですよね。で、マイカーが、資産になるという、そういった立て付けから、マイカーを持ってちゃダメですよってなりますけども、どうですかね？地方において、車っていうのは、基本的にですね、最低限の暮らしを営むための、必要な足とも言えると思うんですよ。同じくスマートフォンもそうですよね。スマートフォンと車を失ったら、健康で文化的な基本的な暮らしが送れるっていうふうに考えられますかね？どうでしょうか？それから、予算の方なんですけども、予算ね、生活保護費がちょっとね、あまりにも安いということなんですよ。やっぱ人一人が生きていくために年間で200万とか300万でもこれでも不自由ですよね。実際に国民の声としては、ではこの年収200万や300万では不自由だということを認識しているのかしていないのか、もし認識しているとしたら、じゃあその全く健康で文化的な最低限の暮らしを送れるのに足りないとされている生活保護費で、なぜね、甘んじているのか。これを値上げるのをするつもりはないのかってことをちょっと聞いてみようかと思うんですけども、いかがでしょうか。あまり長くならないように気持ちを伝えていこうかと思います。苦情じゃないですからね。あ、どうも、お世話になっております。私、福山市内で事業を営んでおります、久保と申します。はい。ですね、昨今ですね、私の会社の方にあるお問い合わせがありまして、それは元従業員の方が図らずも生活保護になりそうなんだということなんですよ。で、私が生活保護にどうこう言える立場もないんで、何点かちょっとね、不安に思ってることを聞いてもらえませんかっていうふうに頼まれちゃったんで、ちょっとこちらの方に電話させてもらったんですけども、手短にお話しますんで、ちょっと聞くだけ聞いてもらっていいですか。はい、どうぞ。そうです。どちらかというとそちらです。はい。なるほど。はい。はい。お伝えしたいことはすごく短いんで、それで判断していただいても構わないんですけども、多分市民の声 で終わると思うんですけどもね、お伝えしたことは2つなんですよ。1つはその方はマイカーを所有されてるんですよね。でもマイカーって言ってもそれこそ二束三文で買い値のつかないような資産とも呼べないようなものです。でも多分生活保護になるとこれを手放してね、そうなると全く自立した行動ができなくなるんだけども、本当にそうなっちゃうんでしょうかってことが1個なんですよ。で、もう1つは生活保護って言っても、言ってみれば自動的にもらえるお金という認識だそうなんです、そこの方は。はい。それにしても試算してみると10万円弱しかもらえないという考えなんですよね。もちろん20万とか30万っていうのは今の制度では出ないと思うんですけども、そこでその方が思っている2つ目の疑問というかね、こうなんですか叫びと言いますか、気持ちなんですけども、とてもじゃないけども健康で文化的な最低限の暮らしはできないのに、なんでこんな金額しか出ないんですかってことを私には訴えかけてきたんで、その辺はどういうふうに解釈すればいいのかなってことを、いろいろ考えた挙句、こちらの方にお門違いかもしれないけども、ちょっと今ね、お電話をしてみたんですよ。なるほど。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。はい、お願いします。はい、はい。こういうふうにね、穏やかに聞くのが大事です。きっとここで話しても、本当窓口止まりだと思うんですよ。でも、窓口の方が認識するっていうのが大事です。こういう声があるんだなと。そしてその声がいつか積み重なって、何かの時にね、もうちょっと権限のある方に、市民からこんな声が出てますよ、っていうふうに、徐々に伝わっていく。この第一歩を私たち市民が気づいていかなくてはならないと思うんですよね。じゃあ引き続きよろしくお願いします。
苦情もね、がなり立ててばかりではいけないんですよ。やっぱ穏やかに、窓口の人は同じ立場の一般市民ですから、善意を持って聞いていただければ、あ、本当に困った方がいるんだなと、この困った方に私も力になれないだろうかっていうふうに窓口の方が味方になってくれるんですよね。でも最初からこちらかは、お前ら何やってんだ、ただで飯食らいやがって、お前は公僕だろうがみたいなのやったら、さすがに窓口の人も気分悪くして、もうね、聞くだけ聞いたふりしとこうみたいになってもいけないんですよ。やっぱり我も人なり彼も人なりですから、人間は気分次第で、つまりは感情論で動きますから、理路整然とした理屈とかではなくてね、感情で協力したいなと思うか、それとも感情でもうこんな人どうでもいいわと思うか、本当決まってきますんで。あれ、繋がったと思ったんですけどねこんにちは、お世話になります。あ、桑田さんですけど、どうもお電話を取っていただきありがとうございます。今回は生活保護の相談というか、まあこういう疑問と希望があるよっていうことにとどまると思うんですけども、2点お話しさせてもらいたいんですよ。手短にお話しますけども、一つはですね、私のところに相談をくださった、あ、すみません、私はね、福山で事業者をやっています、久保と申します。で、元従業員の方が生活保護に陥りそうなんだけども、マイカーを手放さなくちゃいけないんですかっていうことを不安に思われているんですよ。やっぱ基本的にはマイカーは所有がちょっと NG ですよね。うん、はい。おう、まあ、半年とかですぐに自立をされるような状況とか、見込まれるような、まあ、ちょっとその判断もまた難しいとは思うんですけど、はいはい、そういう状況にあれば、うん、まあ、持っとくことは認めますよ、はい、っていうことで、はい、ただ乗ることはできません。ああ、はい、ダメですよね。はい、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 うんうん、はい、まあ、特に何か病気とかで、はい、通院とか通勤するのに公共の交通機関での移動っていうのが、まあ、難しいような状況があったりするっていう場合は、うんうん、まあ、病院の医師のね、はい、診断っていうか、まあ、意見を聞いたりして、はい、保護が決定した後に、うんうん、判断はしていくようになります。はい、はい、はい、まず相談のところでは、まあ、持てるかもしれないよっていうような希望を持たせていうような言い方はちょっとなかなか過言なのも、まあね、それで車検切れ取ったのに、はい、というような話を言われたから車検継続したのに、そうですよね、見たら、はい、大きなお金かけて、うん、相談の段階では、まあ、そういう会議に諮って審査っていうのがありますけど、うんうん、はい、っていうことは、まあ、言わさせていただいてます。まあそうですよね、うん、はい、結果として、まあ、処分してくださいっていう結果になる可能性は、うん、はい、まあ、通常高いと思います。うん、まあ、できることといえば、まあ、意欲をどのぐらい見せるかってことと、その裏付けをきちんと証拠とともにお話しすることですよね。はい、はい、うん、いや、それが分かっただけで十分です。絶対ダメってことじゃなくて、何らかの、なんか意欲なり裏付けを見せれば大丈夫な可能性も残されているよってことですよね。はい、ありがとうございます。今のところはそれで十分です。ありがとうございます。で、もう一つなんですけども、こっちの方がちょっとね、回答が難しいと思うんですよ。というのが、生活保護費、いろいろと試算してみると、この分だとね、多分受け取れるのが10万弱ということになるんではないかなと、素人ながら計算してみたんですよ。そうですね。うん、はい。はい。はい。ええ。
はい。はい、それはそういう立て付けであるのは十分理解した上で、あえてね、私からもちょっと一つの希望としてここでお話しさせてもらいたいんですけども、はい、まあ、基本的に国民が生きる最低限の文化的な暮らしというものが謳われているんですが、多分年収200万とか300万の労働者ですらすごく切り詰めて暮らしていると思うんですよね。基本的な最低限の文化的な暮らしは送ってないと思うんですよ。となると、それ以下の生活保護の方ってのはとてもじゃないけど文化的な暮らし、例えば音楽のクラシックのコンサートに行くこともできないし、 CD を買うこともできないし、なんか野球も見れないしみたいな、ビール一本飲むのも我慢みたいなの、これが最低限の健康で文化的な暮らしと言えるのかなっていうふうなところで、ちょっと今いろいろと齟齬が起きてるところはあるのかな。まあこれは制度上しょうがないところがあるんでね、別に文句を言ってるわけじゃないんですけども、うん、そんな辛い思いをされてる方もいるのかなと、私も同じ低所得者なんで思うんですよ。やっぱり誰も余裕を持った暮らしっていうのは今なかなか遅れてないところで、さらにね、年収で100万とか120万くらいになってしまうと、本当に食べるものも食べないみたいな状態をちょっと想像するんですけども、やっぱそれは今のところはしょうがないと思うんですけども、やっぱじくじたるものをお感じだと思うんですよ、担当としても、うん、なんかそれだけ分かっていただければなっていうところにとどめさせてもらいたいんですけども、いかがですかね、こんな市民の声っていうのは。まあ、ちょっとそこら辺をね、やっぱり国が示している基準っていうのが、はい、まあ、町の規模によって、はい、やっぱり家賃の今の福山市は3万4千円ということと、はい、生活費の基準もというのは、まあ、うん、国人が定めた生活費の中であり、まあ、そこはもうちょっとやりくりの方法によっては、まあ、生活を受給されている方でもお金は貯められている方もおられますしね、はい、やっぱり、まあ、そこはもう個人個人で、はい、はい、もともとの1ヶ月に使われてた金額とかそういうものにもよって変わってくるとは思うんですけど、うん、そこはまあちょっとまあ役所としては国が定めとるその制度の中で、はい、支給できる支援をしていく、そうですね、ということにはなるかなと思うんです。はい、はい、母子家庭での加算とかそういう加算とかいうのがあるのはあるんで、はい、まあ、一律そういうその金額も10万円ギリギリっていうことではまあないとは思うんですけど、はい、そこはまあちょっとそれぞれのね、やっぱり元々の生活がどのぐらいの生活をされとったかによっては、まあ思うところはあると思うんです。はい、その通りですよね。はい、まあ、一人の人間として分かる部分と、行政の職員として、譲れないところの狭間で苦しまれてるとは思うんですよ。まあ、でも現実、じゃあ平均的な所得っていうのはいくらかなっていうのと、うん、私たちが暮らすために十分なお金っていうのはいくらかな。例えば生活保護費で最低限本当にやりくりすればなんとかなる貯金もできるって言うんだったら、日本国民全員がそうなっても大丈夫ですかって聞いたら、やっぱりおかしいことになると思うんですよ。ですよね。そこは、まあ、お仕事できる方はね、やってくださいっていうことになりますし、はい、仕事の収入については、まあ、その金額を丸々収入として認定するんではなくて、保険料であるとか、はい、その基礎控除っていう、まあ、ちょっと、うん、はい、仕事の収入については、まあ、年金とかなんか手当みたいな収入とは違って、はい、控除される金額があるので、その例えば5万円ぐらいのお仕事の収入があったら、ちょっとその金額詳細は違うこと言うかもしれないですけど、まあ、2万円は控除しますよっていうことになれば、はい、うん、その控除される額っていうのは自分が自由に使えるように
はい。はい、全部賄えるようになるまでの支援をするっていうのが、はい、生活保護の制度ではあるので、はい、まあ、ちょっとそこ、まあ、病気の方とかね、いろんな事情があって、はい、そこがまあ難しい方もおられるんでしょうけど、はい、まあ、そこはその状況によってそういう自立を目指してもらうまでの、まあ、最低限の支援っていうことに、まあ、なってくるとは思うんですけど、はい、もう大変ありがたい制度だとは私もね思うんですけども、実際今の受給金額ではどんどん落ちぶれて気持ち的にも不作ばっかりで、とても頑張って復活しようって思えない現実もあるのかなと、ちょっとね私も遠くから見て拝察して、まあ元々の従業員ですから、私が渡した給料の金額は私よく存じてるんですけども、まさかそこまでいっちゃうかってところで、もう生活保護なんで私もちょっとね、なんか解雇したのがものすごく悪いことしたみたいな気持ちになっちゃって、なんかね寝覚めが悪いと言いますか、その方が早まったことをしたらなんか自分のせいみたいに感じるようになってきたんですよ。それでこうやってね、少しでもできることをと思って、ご本人さんから言いにくいんでお願いしますということで、私頼まれてお電話したんですけども、事情は本当にその通りだなと思うことばかりでございます。窓口でこうやってお話しいただいてね、ただやっぱりこう希望としては近い未来、もうちょっと手心を加えた生活保護の支給があるといいなと思うぐらいで、でも十分今聞いてみたら細かいところまで考えて、うん、やむにやまれの事情でこの金額とか制度に落ち着いてるんだなってところは本当によく分かりました。本当誠実にお答えいただきましてありがとうございます。お話することは私から以上です。本当にお時間取らせましてすいません。はい、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 生活保護が必要かどうかっていう判断をこちらがしていくようにはなるんで、はい、まあ、もうどうしてもお困りだっていうことであれば、ちょっとまあ今のご住所がどちらかわからないですけど、はい、まあ、もし支所とかがある管轄の住所地であれば、はい、担当者がまあ支所の管轄にはなったりするので、はいはい、はい、まあ、その相談だけでも来ていただければいいとは思うんですけど、はい、そうですね、やっぱりその辺で怖がってなんか水際作戦じゃないけども怒鳴られて怒られて終わりなんじゃないかなっていうところまで想像してる方なんで、そんなことないよと励ますように伝えときます。はい、はい、ありがとうございます。はい、本当にお時間取らせました。大変感謝しております。それでは失礼します。はい、どうもどうも。いや、やっぱり窓口の方はね、市民の味方ですよ。少なくとも私の住んでいるこの地区はね。でもそうじゃない窓口の方もいらっしゃると思いますんで、そちらの方ばっかりがクローズアップされてるです。本当にね、窓口の方は今の制度をどのように最大限市民の方に使っていただけるか、誤解なく適用できるように骨を打ってくださってるのは、今回の電話ではね、すごく確認できました。だから現実この金額では少ないっていうのはその気持ちは変わりませんので、今度はね、まあ、もうちょっと自民党のなんとかさんのところまで突っ込んでいかないといけんかなと思うところでございます。それでは本日は以上です。